ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。明けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。早速だけど魔理沙、アルバム紙みたいになったよね。早速すぎて頭がついていかない。今までキャラクター別でしかなかったけど、全キャラまとめて見られるようになったってやつ。しかもちょっと前の話題じゃねえか。この機能ずっと欲しかったのもう嬉しい。今年も元気そうで何よりです。これ何がすごいって、絞り込みも並び替えもできるし、3人までならキャラクターを指定できるんだよ。すごくない？すごい、一人で会話するな。見て見て見てこの並び替え、レア度が高い順とかあるな。まとめて星5のカード見れたりするのいいよね。キャラクター選択もやってみよう。へへ、キャラまとめてのアルバム欲しいとは思ってたけど、キャラ選択までは思いもしなかったからすごい。で、おーおー、え、すごいすごい。星1星2も開花するとみんな可愛くなるよね。もともと可愛いけど笑ってくれる。さて次のペイ、今回回していくのは久々の100万ポイントスカウトだよ。すごい、何事もなかったかのようにスカウトページに飛んだ。久々になってしまってすみません。前回は星4が2枚という確率通りな結果だったよな。おかしいよね、私は5枚が目標だったのに。おかしいのはお前だ。まあ確率は 2.51% だから3枚は欲しいところかもな。本当の本当の目標はもちろんゆうくんだよ。今日こそ引いてみせるから。2019年の運がこれにかかってるよね。ここでゆうくんを引いていい1年にしよう。いいのかそんなこと言ってしまって。大丈夫、行くよ。お願いします、お願いします。ポイントスカウトは扉全部これだったね。金色の星っぽい。え、来たー。これは予想外。え、嬉しい嬉しい。ゆずるくん、工場のゆずるくん、新年最初の動画にふさわしいね。すぐ調子に乗る。10連目で来るとは思わなかったもん。これはもう20連目でゆうくんですね。次行こう。嵐ちゃん、今年も可愛いね。シノノン、アフタヌーンだ、新しい。H 先輩、アフタヌーンの H 先輩マジで可愛かったな。シノノンに戻ってきた、可愛い。ハスミン、ロビン沸騰、好き、スト好き。兄ちゃん、こういう系の衣装好きだからどんどん来てほしい。キリュウ先輩、昇格はしなかった。しのぶくん、バジ、これも新しめだ。相馬くんでラスト、結構新しいカード多かった気がするし、星4も出てくれたから完璧。ポイントスカウト引くペース早すぎて私の喋る時。それでは次行ってみましょう。おい、一番最初の子が制服だったら昇格もありえるよね。まあありえなくはないけど、普通に無理だろ。金色はなし。待って、ゆうくん。あ、このタイミングで出る制服、ゆうくん星さん。惜しかった。いや、そんな惜しくはないよ。今年もよろしくね、ゆうくん。今年は本当にアルバム埋めるからね。工場星4だけが抜けてる状態だからな。通りくん、テニス部続くぞ。これかわいい。それに続くゆずるくん、佐賀でも通りくんゆずるくんの話してたりして、すごいかわいいよね。テディベアのレオくんもかわいい。特に開花ボスキ、ゆずるくんがまた来てくれた。そしてシュウさん、最近スターメダルショップにカード追加されたよね。この嵐ちゃんの衣装欲しい。アドニスくんだ、アンパンをあげよう。レイさん何でも着こなせる。嵐ちゃん、このカードさっきも来てくれたよね。20連目でした。ゆうくんフェイントだよ。勝手に期待しといてお前、よく考えてみろよ。え、なに？いつもなら星さんすら来ないゆうくんだぞ。それが20連目で来たことに喜べよ。ああ、確かに、魔理沙天才なの？いや、私から言っといてなんだけど、よろすぎない？しのぶくん、今回も制服だったけど昇格なし。兄ちゃん、放送部の流れだけど、ここで来ないゆうくん。アドニスくんいやし、あっそういえば今おみくじ引けるげんか。大吉だと星5確率が上がるやつな。今年もあってよかったな。いや、それが全然大吉が出ない。悲しい。大吉が出るたびに10連引いてやろう、と思ってたのに、ほとんど中吉なの。いや、中吉でもダイヤ10個もらえるから全然いいけど、宝くじの結果も楽しみですよね。一等当てたい。夢はあるよな。あれ、もう30連目終わった。いや、みんな笑顔で可愛いな。よしよし、40連目行こう。お願いしますよ。どうせなら虹色に光ってほしい。虹色で全部星さんとか、それこそペイントだろ。金色来ないな。レイさん、なんかいつも太り目制服じゃない？確かに。嵐ちゃん、やだ可愛い。これそういえば佐賀後編の真っ最中ですね。緊急ライブで日和さんが出てくるたびにテンション上がる。北斗くんと純くんだからね。走るしかないよね。あ、今の喋り方日和は、緑くん明けおめ。ずっと喋ってるなお前。こんなどんどん聞けるの100万ポイントスカウトしかないから楽しくてしょうがないよね。それで日和さんの話なんだけどね。戻すんだ。日和さんの勝利ボイスがめっちゃ可愛いからリーダーにしてみてください。突然のすすめ。終わってしまったよ。次はもう50連目だぜ。右の二人なんか似てるな。いや、もう次で半分か。早いね。え、待って、まだ1枚しか星4来てなくない？
ってないな。10連まで来たから安心して見てたけど、結構やばいな。リツくん、10連目の1人目は制服って決まりなの？期待しちゃうよ。トイボックスのミツルくん、に続いてミカちゃん、この服気になるよね。嵐ちゃん、今日嵐ちゃん多めじゃない？しのぶくん、動物抱いてるカード好き。アドニスくん、あり、そういやアドニスくんってスカウトの星を、千夜一夜から来てないよね。もうそろそろ来てくれるんじゃないか？早く聞きたいな。あ、緑くん、緑くん今日来てくれる嬉しい。あれ、セナくん、リツくんが来てくれて50連目終わりだ。星4全然来なくなったな。ほんとそれだよ。2019年の運これで決まるんでしょ。やばいじゃん。いやそれ言い出したのは自分だろ。60連目、お願いします。で、あ。シノノン、またも制服、昇格はしません。なぜ？シノノンからのスバルくん、いい流れだ。うわびっくりした。ラスピリのミカちゃん、すごい衣装だよね。ミカちゃんは可愛い。トーリくん、ユニット衣装の安心感ある。ミツルくん、あっこれ新しめの人好きだよね。緑くん、緑くんは推しの中でも特に来てくれる感ある。セナくんとユウくん、まあ推しが来なければ来ないほど、来てくれた喜びが大きいじゃん。もはやユウくん工場が来てくれた時のことを考えるだけで、楽しいからね。ちょっとかわいそうになってきた。ユウくんの誕生日もほんと粘ったんだけどな。あ、60連目も終わりか。思ったより星4来ないなぁ。まあそれでも楽しく弾けるところが、ポイントスカウトのいいところだよね。70連目いきます。金色の星来い。で、来ないな。来ないね。コウダくん、また制服で昇格なし？気になって今までの動画見返してきた。え、何が？10連目の最初が星3だった時、全部最初制服だったぜ。そうなの？え、やっぱ決まってる感じなの？前のスカウト仕様の時は思わなかったから、偶然かもしれないけどな。それはそれですごくない？そう言われてみればいつも昇格願ってる。あと見返して分かったのは第1回の、引きがどうかしてる。いやあれは私の真の力がさ、はいはい。初めてコメントいただいた回が5話だったんだよね。いろんな意味で神回です。ねえ70連目終わった。終わったな。おかしくない？おかしくはない。それでは80連目行きましょう。まあそろそろ、そろそろ来るでしょ。来ないね。キユウ先輩。本当に制服だ。最後まで制服だったらもう設立証ですね。急に検証動画にするな。うちが昇格ペイント食らってるだけかも。すぐ昇格じゃないってわかるよりいいよね。20連目を忘れたのか。ゆうくん、今日はセナくんも来ないし、てかみつるくん同じカード来てるね。さっき誕生日スカウトの話をしたけど、ゆうくんの誕生日ってアンスタ誕生日の直後だから、ゆうくんから誕生日キャンペーンが回ってるんだよね。次はどんなキャンペーンになるかな。今の景気の良すぎない？みんなが祝われてる感がすごい。80連目終わった。連続できたミツルくんがもう一回来てくれる奇跡。どこで奇跡起こしてんだ。次ね、次奇跡起こそうね。90連目いきます。そろそろ来てくれないと。あ、せめて星3でいいから押し付け。千秋先輩、冬も暖かい千秋先輩、カオルくん、これはもう 3A の流れ来てる。ハスミン、続いてる。これは、セナくんか。やった、ついにやったぞ。目標達成だ。まさか来るとは思わなかったぜ。じゃねえ。え、この動画の目標は？星を星3でもいいから出すこと。違くない？まあ確かに 3A の流れは、引くほど完璧だったけど。でしょ？これで2019年もいい年になるね。そうだな、今年も頑張ろうな。バディの緑くんじゃん。逆転喜怒哀楽のビジュアルが分かって嬉しかったやつ。ビジュアルといえば、佐賀後編で日和さんと純くんが勝ってる。ブラッディメアリのビジュアルも来たよね。嬉しすぎるんだけど、そんな感じで90連、紙引きでした。紙引きとは、次でいよいよ終わりか。もう9分も経ってるんだな。最後の100連目いきます。私としてはあっという間だった。行くぜー。で、ああ。シノノン、やっぱり制服だった。ってことは今回星4は1枚？まあ、そういうことだな。マジか、ゆずるくんに感謝しよう。これでゆうくんチャレンジがまたできるというわけだ。今度は早く100万貯めろよ。頑張るけどきっとレベル上げにも使う。早くモーション見たいなぁ、衣装欲しいなぁ。ってなるの。でもやっぱいっぱい弾けるポイントスカウトは楽しいし、できるだけ早く4回目ができるように頑張ります。ひなたくん、ああ、このひなたくん好き。ストーリーも可愛かった。嵐ちゃん、次でラスト100人目。
つむぎ先輩でした。終わってしまったな。終わってしまったよ。100連で1枚も来ない時あるだろうし、そう思うと10連目で来てくれたから楽に引けたな。今年もこんな感じでいっぱいスカウトしていきたいです。よろしくお願いします。よし、じゃあ私は今からイベントに戻るね。今日で折り返し地点、頑張りましょうね。それでは、ご視聴ありがとうございました。